皆さんこんにちは。コミューターエクスプレスチャンネルです。車掌だ号地下鉄線久しぶりにやっていきたいと思います。それでは乗務開始いたします。かなり久しぶりですね。この間は D2 まで行って、今日は D3 のラッシュの始まりからスタートですね。車掌の気分で頑張っていきたいと思います。ではスタート。はい、ドア開けます。30秒に発車です。続々と乗っています。お客様が、いないことを確かめて、でもまた側面が消えないんだよな。側面よし。あ、10秒遅れで発車でございます。開始早々。いや、これはないな。これはないなって、まあこれは僕が悪いんじゃなくて、まあこの駅の状況がいけないんだから、まあ僕は悪くないんだぞ。この駅は40秒に発車だな。ドア開きます。本当の車掌さんが声出してますね。古橋、古橋でございますって。あ、これはちょっと便利だな。ちゃんと閉まってくれるかな。まただよ。側面よし。で、あのバグ何なんだって、毎回このゲームやると思うんだよね。バグなのかな。なんか側面の部分がずっとドア閉まってんのに赤くなんか光っちゃう時あるんだよ。あれ一体何なんだろうって、うん、思いますよね。この駅も6分40秒発車な。ちょっと余裕持たせてくれるな。はい、開きます。やっぱスーツ姿の人が多いですね。ダッシュの始まりっていうこともありましてね。これなんかちょっと急ぎ目に乗ってくれてるのは、多分車掌さんのことを考えてるのかな、このお客様方は。まあそう。じゃあ、あの赤い人乗ったら閉めるか。側面よーし。すごいね、車掌らしい声だな、これは。発車いたします。閉まるドアにご注意ください。側面よし。なんだこれ、ドアの前でずっと立ってるな。もうちょっと下がった方がいいですよ。お下がりください、お客様。なんだこれ。あ、今離れたよ。いただきます。おー、合格。まあなんとか俺一瞬不合格かなって思ったんだよね。何回もちょっと数秒ほど遅れてたから。ああ、よかったよかった。合格できましたね。
デイ4の朝ラッシュ挑戦していきます。遅延の原因になるのはね、早めにね、ブザー鳴らしてね、ちょっと乗客の皆様にね、急いでいただきたいと思いますね。じゃあもう15秒経ったら鳴らそう。よし、鳴らすぞ。こうしてくれれば急いでくれんのかな。余裕があるな、発車まで。例えば山手線とかだと多分10秒ぐらいしか止まんないんだろうな。いや結構短いね、でも本数が多い割には。いや山手線で何回も乗れない経験してきたからな、俺は。間に合わなくてな。このゲームにもそういう経験をしている人がいるのかもしれんな。まあそれはどうでもいいわ。ダメだ、消えないな。いやもう遅延してもいいから、もうお客さんちゃんと乗せるか。側面よし。もう完全に1分遅れぐらい遅れちゃいましたよ、今ので。いやーひどいひどい、朝ラッシュだからな。まあ朝ラッシュって大体大抵遅れてることが多いですよね。いっぱい混みすぎて押し屋が押す関係もあるし、あの人たち結構焦ってんだろうな。なんか押し屋っていう、あのね、乗客を押すっていう仕事があるんですよ、鉄道には。それでなんかアルバイトでね、やってる人とかもいるらしいですよね。特にあの京王線とか、あの明大前にいる人とかそうじゃないのかな。発車します。よし、 OK。 側面よし。このなんだ、万願寺っていうものかな。なんか玉年モノレールにそんな駅あるけど、それとは別か。字が違うもんね。なんかちょっと響いてる感じがすんない、このホームの中で。まあそれはコンクリートとかでできてるわけだし。もう遅延しちゃってるよ、俺。1分近くだよ。側面よし。ああ、第一園まではいかないけど、ちょっと遅れ目で到着だな、串川には。もう約1分ほど遅れて到着でございます。
乗客の皆様、遅れまして大変申し訳ございませんでした。内川終点です。いやー、難しいな、これ。朝ラッシュ。合格が難しい。それにしてもね、俺もう安全運転でね、ちゃんと時間守って運転しているんだけどね、あのランプが消えないせいやらなんやらってね、なかなかクリアできないな。ちょっと今回はね、この辺で終了したいと思います。ちょっとね、クリアできなくてちょっと申し訳ないんですけども、次回またクリアできるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、それでは失礼いたします。さようなら。